やっぱ DPS って大変だと思うのよ、うんうん、分かっ見えるでしょ DPS 出さないですもん、うち。あ、そうなんだ。メーター出してないですもん。あ、そうなんだ。あ、じゃあいいか。だって僕らみたいなキャラだったらいいですけど、うんうん、例えばですよ、 ID 入った瞬間、うん、頭の上にドクロとかギアチェックされて出たりするじゃないですか、うんうん、であと ID 終わった瞬間にパーティーの DPS 全部こう貼られてシャウトされたりとかみんなやめますよ、うん、本当に、うん、でも堅くなに、うん、堅くなに入れないって、うんうん、そうだから皆さんね、 DPS メーターって言いますけど、うん、本当にそうなんですよ。いや無理ですよね。いやでキックされるんですよそれで頭の上にね、アイテムレベル今皆さん平均出てますよね、うんうんうん、あの下回ると勝手にドクロが出てるんですよ、うん、いきなりキックされるんですよ、うん、署名投票とかね、うん、だからね無理ですって、うん、無理です、そういうことじゃないんです。なるほどなるほど、はい、まあそれは優しい世界ですね。うん、はい。うん、まあ、でまあまあそれが楽しくてディベースやってる人もいるけどね。いやわかりますよ。それってほら自分にチャレンジできるタイプの人じゃないですか。もう ID 終わるたびになんかこう貼られてるとかたまんないですもん。うん、だからまあちょっとね、その自分がどれぐらいの腕なのかっていうのを計測できるなんか場所は作ろうと思ってるんですけど、うんうん、常時 UI 表示みたいなのはもうとにかくね向いてないです本当に。うん、